はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。アンドレス長谷川です。さあダークソウル3続きやってきます。なんかいる向こうか。さあおっと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 。さあ前回はね、不死街の途中まで行ったけど、あの宣教師みたいなのにね、やたら苦戦しましたけど、ここのね、あの右側、あそこのね、橋を渡った塔の方に行ってないので、ちょっとそっち行こうかなと。これ確か出てくるよな。はい、先打ち奴隷の帝王の、ずいぶんアクティブな奴隷だな。そういえば USJ の話したら、なんか私も行ったよみたいな、そういうのもあったので、他の USJ の話をしましょうかね。なんかあったかな。そう、デッドマンズフォレストっていうね、やつに行ったんですよ。死の森からの脱出っていうね、これがね、ミッション型なんですよ。その森を、その怪物から逃げながら、進んでいく。本当に迷路です、森が。10分以内にね、なんかゴールしなきゃいけないっていう、そういう制約もついてる。これがね、怖いんですよ。昼行ったんだけどね、ゾンビが出てくるんですけど、そのゾンビのね、ここにもいるんじゃないか、クオリティがね、なかなかすごい、よくあるちょっとメイクしただけじゃないんですよ。危ない、結構グロいですよ。ここら辺避けて OK。 さあこいつだけにした。やった避けて避けて、一撃重よし、ここで燃えろ。もうちょい、ここか、 OK。 よーし、こいつは男なのか女なのかわからんだ。そう、ミッション型なんですよ。ゴール、しかもね、最後に生存ルートと死亡ルートもあるんですよ。これが面白い。まあ2回やれば確実にどっちもいけるんですけどね。まあ私は死にました。よいしょ。このアイテムは何だったんだろう。エストのかけら、これはね、このエスト瓶のね、数を増やすことができる、絶対に取らなきゃいけないアイテム。やめて。 OK、 作業手袋、残り火。さあ他もちょっと見てみようかな。ここは入れない。すいません、今100リが、100リっていう、しゃっくりって言います。私の方ではしゃっくり、100リって言います。やめて。よし、なんかいろんな止め方あったよね。なんか息止めるとか、水を一気に飲むとか。結局俺どれも効かないと思うんだけど、あれあれ、これはこっち来たことないよね。おい、元気元気。おお、よし、やめてー。はい、あ、今度は分からない。今度は。よし、今です。さあ、これが強い。この奴隷強すぎる。
はい。そう。あれはいつまでなんだろう。あ、ここにいたのか。この下はもう通っていったからね。ああ、なるほどね。お、なんか、すごい、エキサイティングしてる。落ちそうで落ちないな、あいつ。よいしょ。で、USJ のホラーナイトのね、ゾンビ。これまた面白いんですよ。もうほんと至るところに普通にゾンビが歩いてるんです。6時以降。で、これでね、途中で檻が置いてあったりするんですよ。でっかい檻が。で、兵士が近くにいて、なになに？今からヘリが救助に来るから、この中で感染していないものだけ中に入れるって言うんですよ。で、挙手制で、もう我こそは感染してないぞというものを手を挙げろって言われて、また手挙げたら、一応そのチェックされて、なんか光当てられてね。で、OK だと中に入れる。で、まあ中に入れて。他にもね、何人ぐらいだろう。15人ぐらいかな。そんくらい中に入れるんですけど、その後もうね、ここで締め切りってなっちゃうんですよ。その後ですよ。ゾンビがね、チェーンソー持ってそこに来るんですよ。開けろ開けろっつって。で、兵士が、大丈夫、中には入れないって言うんですけど、まあ中に入ってきますよね。それが楽しい。あの狭い檻の中でね、ゾンビがこう近づいてくる。あ、卑怯なやつ。よし。あ、ここに繋がるわけね。あれ、ここは、あ、来てないか。そう。で、その血の代わりにね、水を、縦ゲッツ。魔法カットが少し多いけど、物理を 100% カットできないね、この盾は。これはダメです。そう、血の代わりに水をかけられるんですよ。びしょびしょになるんですよね。このもう10月の夜、少し寒い中。ただただでも面白いんでね。ぜひ皆さんも、行ってみてください。こっち行ったっけ？こっち来た？来てないね。字が早い。あそこか。くそ、私の武器ではどうすることもできない。はい、卑怯。よし。卑怯なやつはもう、成敗。さあ、もう一体。次刺されたら死ぬ可能性がある。よし、よーし、来い。あ、この先閉じ込めが有効だ。向こう、どこどこどこ。あぶねー。さあ、あいつをじゃあ倒そうか。避ける。はい。よし。さあ、変なとこ来ちゃったな。どこに行けばいいのかわからないぞ。壺取って、あとは？これはもう、向こうに行くしかないか。こっちだね。ただあれが欲しいな。あの、かがり火。そろそろかがり火がないと私、帰ってこれずに死んじゃうよ。なんか、あいつ、閉じ込めってのは、そのことを言ってたのか。あぶね。よし。どこに閉じ込めろっつうの？
旦回復しといて、強いんだろうなあいつ。上がってこれなかったりする。あ、こっち来るわ。避けてー。よし、あーやばい。よし、オッケーオッケー。3、4、5、ゴーゴー。よし、あ、よかった。ふう、5連続攻撃はなかなか厳しいですよ。さあ、なんか楽しそうだな。下ろしてやろう。届かない。落ちないで。なんだよ。あれ、でもどこ行けばいいんだ。こっちにはもう何にもないね。じゃあ、あそこに戻れってことかな。前回倒した宣教師のところ。よいしょ。なんもないね。じゃあ一旦向こうのかがり火で休んでから行こうか。ちょっとリスクでかいからね。じゃあかがり火まで。はい、さあ、前回のね続きにやってまいりました。心が折れそうだが有効だ。まっすぐ行くのと右に行くのとある。ただ右は鍵が閉まってそう。そんなこと言って開くんじゃないの。こちらからは開かない。さあ、開きません。もうまっすぐ行くしかありません。さあ行こう。どうやってここに文字を。さあ、さっきのあいつがいるんだよな。ただもう倒し方は知ってる。よし、ここを後ろから。2、3、3回まで。危ない。ひるまないのかこいつ。よし、避けて、ゴー。いやー、なんてバイオレンス。ただ私の敵ではない。アイテムは特に情けだね。じゃあ先に行きます。この先危険地帯があるぞ。だから頑張れよ。飛び道具に注意しろ。え？どっから飛んでんの？え？2発だけかな？ 2発だけだよね。もう飛んでこないよそりゃ。起きませんよそりゃ。だって、うわあ、ちょっとずつ手前に来てるな。完全に俺を狙ってる。どっから飛んできてんの。ダメだ、あそこまで。適当だな。次どこに落ちるかだな。どう、なんだよこれ。間違えた、こっちだ。あ、今見えたね。あそこからか。どこだ。向こうからだよな。
見破れ、どっから来るか見破れ。なんだ、うわあそこか。ただガードできた。急いで急いで取って、全部取って、急いで取って、頑張れ頑張れ、大丈夫大丈夫、男の子、男の子だから、いけるいける、はい、どっちどっち、はい、避けて、一旦戻ろう一旦戻ろう一旦戻っちゃう、避けて、はい、セーフセーフエリア、はい、おいしいおいしい。なるほど、何取った、強化グラブを取った気がする。あった。うん。あ、出血もあるね。ただ、ハルバードのが強い。全然強い。うん。他は何か取ったかな？何を取ったか分かんないよね、あのタイミングじゃ。特に？うん。特にって感じか。そうだね。じゃちょっと行くか。あそこのを取って。残り火。この。急いで、立って立って。作業。うわ、強いやついる。ちょっと怖いな。このまま、多分おそらく、ボス戦だもんな、そろそろ。一旦戻って、かがり火に、取らして！これ何？幼い白絵だって。よし！ここここ！うわぁ！落ちた？セーフ？よし！いやまあ別に戻るつもりでしたしね。うん。あの幼い白枝ってのは何だったんだろう。場所にふさわしい何かに変身する。あー、なんか身を隠すために使うやつだね。ちょっとじゃあもうこいつも一緒に行こう。ほらあそこ行こう。よし。さあ、こ、あ、うわ、ロスト失った。ロスト失ったじゃない、同じ意味だ。ソウル失った。つらみ。最初に行こう。最初にあそこ行こう。ほら、おいで。あれ？ほらほら。ほら、こっちこっち。さあ、一緒に。ほら、行くよ。さあ、こっちこっちこっち。よし、行くよ。さあ、おいで。さあ、来い。さあ、みんなで。やばい！まずい！まあそういうこともありますよな。うん。いやー、はい、いた、当たるんかい。はい、
よし、もう進むぞ。私は一旦待つんだね。パシュンと音が聞こえたらあれが落ちてくるから。よし、あの後だよね、多分歩いてるやつを攻撃するんだろうな。俺だからってわけじゃなくて。 OK、 よし、なんとかこっち来た。ジャンプして、大釜、大釜は強いぞ。はい、出血に加えてね、まあやっぱりハルバードの方が強いけど。まあ一応使ってみる。これですよ。うい、ちょっとこれ攻撃力上げたいな。うん、いいね。こっちにも来んのかな。いやでもこっちには来なそうだぞ。さて、あーなんか来そうだな。またやだぞ。結構進んだところでの初見殺しはやだぞ。大丈夫か、大丈夫か。お、この先助けてくれがあるぞ。こっち、あ、これボスだ。あ、ダメダメダメ。ちょっとショートカットを探す。ここ開けられる。多分これがショートカットになるはず。はい、基本ドアは両手で開けます。呪い封じの体重。え？こっちがボス？奥に先生歩いてるし。ちょっと。ちょっとかがり火ちょうだい。それが礼儀じゃないの？ここまで頑張ってきた人に対する。ちょっとじゃあショートカットを作っておいた方がいいな。あのミサイルみたいのは何だったんだろう。さあ先生、よし、避けてー。あ、やばい、犬いる。よし、オッケーオッケーオッケー。うひー、あ、いたたたたたた。これはファイヤー鳴き。よし、これが強い。避けてー、強っ。よはい、戻ってきましたー。はーい、私のソウルちゃん。さあここで一旦取って、どっかしらに何かありそうだよな。なんもないね。開いた。ワンワンを先に。OK。残りビゲッチュ。ちょっと、バレないように。さ、そーっと、後ろの、ザコから、ちょっと倒していこうか。あ、気づいてない。一人気づいた。はい、取りますよ。あお、回復。くそ、別のワンワン。はい。ふう。
この先魔術師があるぞ。こっちかな。もしかしてこっちから来るルートもあるのかな。ここでどう死んだんだ。さあ見せてくれ。どういう死に方？なんかいる。はい。うわあ、きしょいな。はい。ただそんなに強くない。この先近道があるぞ。セスタス。これは殴る武器ですね。バッカ、鍵がかかっている。もや、ああ。気をつけて。よし。OK。私の相手ではない。あぶれ、雑魚が。うい、雑魚が。ほら、うう、近見の指輪。これ、うん、出血体操、耐性を高める。よし。この犠牲の指輪、これはちょっとね、なかなか大事なので、まだ使いません。よし。さ、全員倒した。もういないだろう。よし、いないね。もしかしてこれ、さっきのとこが書かれる指、もしかして。あ、あー、ここね。はい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 。これで、開通と。もう少しじゃあ、探索してから、ちょっと行こうか。ん？もう、大丈夫かな？よし。じゃあ、ボス戦行きますか。さあ、こっちにまだ行ってなかったね。うわ、やばっ。二人はまずい。うい、お疲れ、お疲れ、お疲れ。ほら入れまい。お疲れ、下で遊んでてくれ。よし、受けて。バックスタブできないのかこいつは。よし、ただリーチが短いからね。強っ。よし、お疲れー。こっちも広いけどまたいるよ。特にこの先獣があるぞ。ひー、機動力が高いワンワン。はい、オッケー。誘い使い。さっきのショートカットにしては結構遠いんだよな。他にもなんかないかな。
なんかいるぞ。味方であれ。ほう、お前も火のない灰というやつか。名もなき不思議どもがのこのこと何を勘違いしたのやら。No matter. うん、まあいい、忠告してやる。If you've any sense, お前がまともなら、棺桶にでもこもっているがいい。なんだと？ここは亡者の地、まともなやつほど戦場の女のようなものだ。うん、戦わないというね。だがもしお前が奴らと同じ英雄気取りのバカだと言うなら、そら、そこの廃教会から先に進むという。You'll face death. そして悲惨に死ぬがいいさ。And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. 心折れるまで何ででもな。Time after time. ゲラゲラゲラと。Yeah. If like the others, you can go. ってことはそこがボスの可能性。仲間。こちらからは開かない。開く扉をよこせ。なんだ、こう、じゃあ、ボスってことか。仕方ないな、じゃあ、初見で倒す？もう。今回だけだよ、本当に。初見で倒すのは。はい。あれ？あ、ここね。誰だこいつは。うーむー。おお、すまぬ、考えていた。カタリナのジークバルト。実は少し難儀しているんだ。貴公は白川のそばで大いに見られたことはないか。あります。それがどうやらこの塔の上からのようなのだ。誰かは分からんが、きっと話せば分かると思ったが、上に来たのだが、どうにも方法が見つからない。このリフトでは下に行けるだけだしな。どうしたもんか、悩ましい。This l i なるほど。この上で大弓を撃ってるやつがいたのか。さあ、到着。この先、霊気があるぞ。そして、下あれ。下あれ。やだなぁ。怖いなぁ。一応全回復しとくか。やべえのいる。ちょ、待って待って待って。ダーッダーッダーッ、こいつのことか。隠れて、よし、あ、これをうまく使えとね。よし、大丈夫大丈夫、これをうまく使えば。ダメだ、俺の攻撃が貫けない。よし、避けて、 OK、 避けて避けて、よし、 OK、 OK、よし、ここここここ大チャンス、ダーダービーチ、やーやめて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 ー、怖すぎ、フロストバイト、よし、大丈夫大丈夫、立ち回れてる。よし、オッケーオッケー、大騒ぎ、大丈夫、あと半分だよ。よし、外した、
ウィー外したもうやだ